こちら篠さん。はじめまして。よろしくお願いします。あら、素敵な方ね。こちらこそよろしくね。義母の第一印象はとても優しい人でした。よかった。優しそうな人。篠さんはお仕事は何をされてるの？あ、デザイン系の仕事をしていまして。まあ、すごいわね。働きながら家庭を回すってとっても大変なことよね。私もずっと働いてきたから、いろいろアドバイスできると思うわ。何でも聞いてね。結婚生活が始まってみると、私も拓也も仕事が多忙で、すれ違い生活が続きました。互いに家事をする時間もなく、部屋は荒れていき、食事も適当になり。出かけるときに食洗機回しておいてねって言ったじゃない。忘れちゃったんだから仕方ないだろ。心の余裕がなくなって、喧嘩が増えていきました。このままじゃいけない。何度も話し合いを繰り返し、私が仕事量を減らして在宅ワークに切り替えることで落ち着きました。お、うまそう。これからも何かあれば話し合って解決していこうな。うん、この人とならきっと穏やかに暮らしていける。そう確信していました。え、しのさん仕事辞めちゃったの？あ、辞めたというより雇用形態を変えてもらって在宅で無理なく働けるようにしてもらったんです。俺が家のことする余裕ないからさ、しのの負担を軽くして家事をやる時間を確保したんだよ。そう。母さんどうした？ううん、よかったわね。あ、お茶菓子出さないと。根性なし。え？いただき物のお菓子どこにしまったかしらね。気のせい？義母のことを悪く言う人は誰もいません。夫も夫の姉や妹も義母のことを慕っていたし、親戚の方々にもこんな素敵なお母さんで羨ましいと言われるほどでした。私にも初めは優しく接してくれていたのに、働き方を変えてから義母の態度が豹変したのです。それからというもの、拓也、おかわりはもらおうかな。私がよそってきます。義母の私への嫌がらせが続きました。もっと気を利かせて働きな。いた。しの、どうしたの？ああ、しのさん、ごめんなさい。しのさんがご飯をよそい終わっていると思って、炊飯器の蓋を閉めちゃったの。もう、母さん気をつけてくれよな。え？赤くなってる。冷やしましょう。海外しく世話をし始めた義母に、私は唖然とするばかりでした。ごめんね、しのさん。ほら、いっぱい食べて。え？お母さんの食べかけはちょっと。母さん、しのはこんなに食べられないよ。せっかくだから食べてもらいたいだけなのに。しのさん、野菜好きでしょ？いや、でもこのフライはお母さんの。さっさ、早く食べちゃいましょう。ね？しのさん、本当に今日はごめんなさいね。これ、おかず持って帰って。少しでも家事が楽になるように。帰り際に、義母から強引に渡されたおかずの容器を自宅で開けてみると。うわ、なんだこれ。母さん間違えちゃったのかな？あ、しのさん、ごめんなさいね。私、渡すはずのタッパー間違えちゃって。タッパーの中身は捨ててくれていいから。タッパーごと捨ててもいいですか？ああ、そのタッパーはお友達から借りているものだから、洗って返してくれる？あ、これは全部わざとだな。わかりました。拓也さんに洗ってもらって、拓也さんにそちらに持って行ってもらいますね。私が伺うとお母さんも大変そうなので、しばらく遠慮させていただきます。では、わざとじゃないの、本当にごめんなさい。それもすべて義母の作戦なのでしょう。最初は戸惑っていた私ですが、腐ったおかずを渡され、さらにその容器を洗って返せと言われ、さすがにこれはわざとだなと気づきました。義母には申し訳ありませんが、私は何度も嫌がらせをされたままメソメソするタイプではないのです。そっちがそう出るなら、会わなければいいだけ。実家に行かないって、どうして？どうしてって、今日一日私とお母さんの様子を見てわからない？ごめん、母さんがおっちょこちょいで。炊飯器に手を挟まれた時だって、その直前に、もっと気を利かせて働きなって言われたんだけれど。まさか、母さんがそんなこと言うはずないだろ？しのの気のせいだよ。お母さん、私が仕事量減らしたって言ったところから様子が変だもの。私が家庭に比重を置くことを怠けてるって思って。しのも疲れてるんだよ。とりあえず今日はゆっくり休んで。その日は一旦話を終わらせましたが、拓也が義実家に帰るとき、私が一緒に行くことはなくなりました。なんでしのさん来てないの？私がちょっとミスをしちゃってね。
母さん、元気出してよ。シノもそのうち分かってくれるよ。ううん、私はもう嫌われても仕方のないようなことばかり。お母さんはちゃんと謝ったんでしょ？シノさんちょっと気難しすぎない？でも、まあ嫁姑っていろいろあるみたいだし。そうだ、今度はお母さんがタクヤのお家にお邪魔すればいいんじゃない？シノさんの好きなもの差し入れて仲直りしてきなよ。シノさん、こんにちは。義母がある休日突然訪ねてきたのです。え、お母さん、なんで？シノさん、あの時は本当にごめんなさい。これ一緒に食べたくて。とりあえず母さんがせっかく買ってきてくれたんだし、食べようぜ。わかった。まずは皿とお茶の用意を。夫がお皿やお茶の準備を始めたので、私は食器棚の前で伝えます。棚の一番下の奥に入ってる食器は使わないでね。私の親からもらった貴重な食器だから。あ、準備は私にやらせて。今日はお詫びに来たんだから。母さん、棚の一番下の奥に入ってる食器以外でな。了解よ。この食器、どうして？割れたのはすべて、使わないでと言った食器でした。今日くらいはお茶を共にしてもいいかな。そんな仏心を出した自分を大きく悔やみました。ごめんなさい。私ったらなんてことを。母さん、一番下の食器以外でって言っただろ？これシノのご両親からもらった大切な食器なんだよ。俺たちの結婚記念の日が刻印されていて。ごめんなさい、シノさん。本当にごめんなさい。一番下の食器でって聞こえていて、本当にごめんなさい。勘違いさせるような言い方をした俺もいけなかったけれど、絶対にわざとだ。この人は私のことが心底嫌いで、わざと天然のふりをして私に嫌がらせをしてくる。ああ、もうこの人とは関わってはいけないんだ。もういい。この前のことといい、今回のことといい、絶対にわざとですよね。シノさん、ひどい。お母さんは私のことがお気に召さなくて嫌がらせをしているんでしょ？シノさん、私のことそんな風に思っていたの？だからもう引き取りください。二度とお会いすることはないと思いますので、どうかお元気で。シノ、もうお母さんの話はしないで。私は義実家との関係を断つけれど、あなたにそれを付き合わせるつもりはないの。お互い自分の実家を大切にしていきましょう。数年後、私は現在5歳の息子ケントと0歳の娘ルミを育てています。もちろん私は義母に会ってはいません。タクヤが一人でケントやルミを義実家に連れて行っていました。本当は義母に子供たちを会わせたくないけれど、私の個人的な感情で子供たちと祖母の交流を奪うのも違う気がしていたので、義母との交流には目をつぶっていました。子供たちに実害を加えるようなこともなく、義母は孫たちのことは溺愛してくれているようでした。しかし、穏やかな日々は続かなかったのです。